来たのか。ああ、こっちのイベントはもう終わった。疲れてはいないが、かなり騒々しかったな。なんだ、お腹が空いたのか。食べたいものがあれば好きにとっていい。はしご。どうしてはしごが必要なんだ。ああ、棚の一番上にあるチェリーパイか。あれは飾りだ。確かに本物のパイではあるが。まあ、でも別に食べても構わない。ここで待ってろ、取ってやるから。ああ、猫は無事だ。僕もな。迷子の猫かな。ここにある黒猫たちの影を見て仲間だと勘違いしたんだろう。それでこっそり忍び込んでここで寝てしまったんだろうな。危うく踏んでしまうところだった。こいつ、カボチャのバスケットにキャンディーを2個隠したな。でも、食べてはいないようだ。包み紙を破けなかったんだろう。ああ、そうだな。猫はキャンディーを食べない方がいい。だから、これは没収しよう。怒ってもダメだ。お前に一個やるよ。こいつには飼い主が迎えに来た時に缶詰を一つプレゼントしてやるか。そのキャンディー、そんなに美味しいのか。なんだかお前の顔がすごく幸せそうだから。じゃあ僕も食べてみるか。うん、確かにうまいな。